ヒヤヒヤゲラゲラー頼む。今日のゲラは請求がいまいちかな。ヤクルト前の広島戦からやけに粘り強くない。コントロール悪いな今日は。全然余裕だわ。同点にならんよ。クローザーどこも最近漏れすぎだろ。後攻めやから最悪同点まではええぞ。ランナー貯めるのが一番あかん。ゲラを信じる。ゲラやっぱ怪しいな。今日はあと一人ポールやめてくれや。フラグやろこんなん。きたーしゃあ。あかん、あれんぱしてまう。劇場公演よ。ゲラ劇場がたすぎる。打たれる気せんかったな最後のバッター中野。ありがとうありがとう。スーパー守備やったわ。最後に一番ええ球いったで。甘いけど9位で押せるの杖。最後になってギア上げたやん。ゲラ楽しんでいただけたかな。コミュニティにて期待の選手や使ってほしい選手、試合の感想や他球団の話などファンの方々と盛り上がれたらと思っています。阪神ファンだけでなく他球団ファンの方もぜひチャンネル登録お願いします。あ、もちろんコメントと高評価も。